美穂ちゃんはチャンネル登録10万人を目指しております。まだチャンネル登録してないよという方はぜひ。フォークそっくりいや誰なんこのモノマネしようとして。ババに何すんなよって言ってるやんちょっと待って、フォークに物語作らないで。フォークだけすごい一人歩きしそうだからやめてよナンナさん、フォークをフューチャーしていくの娘超か。あと先週からですね、フォークの娘っていうのがちょっと現れてしまいましたね。ちょっと公式実装したくないからやめてもらっていいですか、はい、奥にいるじゃないですかこうそれ以上いじると本当になんかやんなきゃいけなくなるんだよ終わってんのかフィラーお前のせいやぞって言いながら。いや俺じゃないぞ、これランナさんがほら愛と感動の、いやいやもうそれで拾うから拾うからっつってんでしょあんた今日時間ないっつってんでしょなんでフォーフこんなちょっと目当てられる。全ての元凶はピロなんだよな。もう分かったよ、コーナインドフォーフ作れいいんだろ。違う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 、あれ倒せるやつじゃないでしょ。で娘が泣きながらやってくるんですから、お父さん倒されたの。もうピロを北川線に出すわ。フォーフ登場急にフォーフ画面端にオルガみたいなLater. いいですね、 NPC NPC ですかNPC ノンプレイヤーキャラクターがおりました。嘘を言え、貴様中身がいるだろう中の人などいないマジ一応 MMO なんでちょっと画面の向こうに人がいるっていうちょっと心持ちでプレイしていただけるとお気持ちでありがたいです。心積もりだよね。急にマジレスを返す空気を読めないプロデューサー申し訳ねえオンラインゲームをやる上でね大事なことだから、ね、向こう側には お人がおるんですっつって。フォーフにも心がある。それはないピロそれ以上言うとマジでボス化しちゃうからさプレイヤーの総意が集まってこう暗黒面が出てきて何かがこうねそうゴゴゴゴゴゴつって目が黒くパーンって光るっていう。けどあそこに注目集まると思わなかったですね。明らかにでもあいつ戦闘キャラじゃないからコーナーインド化してもどうなんねんって話でしょ。ナイアータはさまだ三大魔術師みたいなさいい感じのポジションがあったけど、フォークなんやねんみたいな漁師ですけどみたいな何で戦うんだあいつフォークのクリスタ来ちゃうよフォークのクリスタ何があかんだ水耐性上がるだろうな、プラス100とかじゃない。でもあえて多分あの武器クリスタだからあえての武器クリスタで水耐性100とかいるんかまあ別にタンクの人はいいと思うけど、バイソン君がさらに簡単になっちゃう。玉イベかな、ね、夏イベで次出す、うん、あの多孔家の後ろこうフォーフがこう寮に行ってるむしろ多孔家に捕まってるかもしれない。あ、フォーフが助けろっていうね、助けてくれっつって助けてくれ俺には娘がいるんだっつって1NPC なんかすごいっすよね、なんかねそんなんなったらねおもろいっすよね。それやってんのは、うん、孫こそだけあなただから本当にだってレフィーナさんストーリーもあるじゃないですか、バレンタインあれ、はい、あれはまだ僕らサイドが割と悪ノリをしてるだけだから、はいはいはい、フォーフは違うじゃん少なくともそいつの物語を紡ぐ予定マジでなかったんだよだけどどっかの誰かさんが注目を浴びせちゃうからさそんなかっていうぐらいなんか知らんけどファンいますよね。なんかそんなやでファンを作ったのは誰だ、ピロ貴様だ、フォーフです。あ、やってんなてかなんでフォーフそんなキャラなの。まん丸の顔で声を想像したらそんな声になったぜ。確かで、あんな優しそうな顔するやないか人を傷つけることなんて僕にはできないですって言いながら多分こう写真とか痛い子いっぱい打ってくんだろうな来ないのだったらそうなったらマジでピロをみんな恨んでくれ。誰だこんなクソボス作ったのっつって、ピロですっつって、なんならもう多孔家召喚するか、フォーフが、フォーフがそれか防衛戦でもいいよ。フォーフ防衛します。フォーフ防衛戦でもいいよ。水属性のボスが次々と出てきてフォーフがやられないようにみんなで頑張る。なるほどなるほどなるほど。で多分戦闘途中で娘も参戦してあの守る対象が複数になるっていう。やばいやばいやばい、娘はもういるんですねだから両方守らなきゃいけないって片方でもやられたら終わり。ゾノは飲んだくれだし、めっちゃ悪いけどあの人はちょっとうちの開発スタッフモチーフだから。あ、そうなんですか。え、そういう裏話
切れんの？何ゾノさんだろうっていう違うんだよな。ゾノ何さんだから。出た指抜きゾノカスタムね。そう ZC って。あれの強化アイテム欲しい。指抜きそんな欲しいみんな。ゾノカスタムの略だったんだ。はい。普通の指抜きという指抜き ZC ってあるから何ってよく言われるんだけど、ゾノカスタム。一応あいつセリフの中で昔は弓を使ってたというか、狩人なんですよね一応。ローナイドでできますね。違うんだ。あいつはもう狩り中に怪我をしてもう弓が打てないっていう話をしてたでしょ。ゾノさんは狩人なんですよ。もっとで引退してるんですよね。そうそうそう。結構昔はそれなりにスペックあったからね、あの指抜きは。今となってはもう何よって話だけど、なんか昔の英雄たちっていうなんかコンテンツ作ればいい。街の人たちがみんな襲ってくると思うけど、でも多分戦闘能力あんの多分ゾノしかマジでいないんだよな。まあ伝説の冒険者も出てくるからな。確かにできなくはないな。ゾノコンテンツいいっすね。どんだけみんな飢えてんの NPC と戦うことに。なんだ？で僕にはできないですって言いながら多分写真とかいっぱい送ってくるんだろうな。バクソ！